私の名前は宇佐美瑞希、美術部に所属する中学2年生。彼の名前は内巻すばる、同じく2年の美術部員。彼にはある夢があった。彼にはとても大きな夢が。それはキャラ？またそんな変な絵描いて。変な絵とは失礼な。僕の17人目のお嫁さんですよ。そうなんです。彼の夢は最高の二次元嫁を描き出すことなんです。宇佐美さん、僕の趣味がなんでそんなに気に入らないんですか？え、僕が二次元好きだと宇佐美さん困ることでもあるんですか？っていうかこれ僕に言わせれば殺人ですよ。ええでしょ、悪かったとは思ってるけど。っていうか美術部にこういうのふさわしくないから。せっかく絵うまいのに。お前らうるさいぞ。寝てる人に迷惑だろうが。そもそも寝ないでください。このソファーの程よい硬さを前に寝ないやつはバカだぞ。そう、なんとこのぐうたらな上級生がうちの部長です。たまには絵描いてくださいよ。どこ行くんですか？散歩。よく潰れないなこの部。お、やってますね先生。この人は美術部顧問の小山先生。とっても優しい先生です。では今日も仲良く頑張って。何やってるの？研究ですよ、部活のための。私が頑張らなきゃ。どういう意味？日本銀行国庫局、専売特許許可局、東京特許許可局、行ってみろ。行くわよ。悪いけど研究は家でやってくれない？ああ、大丈夫です。もう終わりましたから。前から疑問だったんですが。何よ。リンゴなんか描いて何が楽しいんですか？セザンヌに謝れ。だってリンゴですよ、果物ですよ。だから何よ。愛せます？愛？いやいやいや、リンゴ描くのに別に愛とかいらないし。愛なき絵に傑作なしですよ。内巻くんは愛注ぎすぎでしょ。あ、じゃあリンゴを擬人化してみますか。擬人化？
リンゴでも人間化すれば愛を注げますよ、きっと。まあ試みとしては面白いかもね。何これ。僕に聞かないでくださいよ、宇佐美さんが生み出したんでしょ。今日コレットさん遅いですね。そうだね、モデルをお願いしようと思ったのに。そうだ、代わりに宇佐美さんお願いできますか。でも内巻くん絶対モデルを改変するんだもん。この前だって宇佐美さん、できましたよ。どれどれ。全然私じゃなかったし。美化しすぎということですか。いや、そういう問題でなくてね。とにかくポーズだけなら後で部長にでも頼めば。部長はダメです。だってお願いしたいポーズって椅子の上にちょこんと可愛く体育座りですよ。椅子の上に体育座り。そんなの気色悪くて見てられませんよ。確かにこのポーズは直視に耐えうる可愛さが必要なんです。それって私ならオッケーってこと。宇佐美さんなら僕もギリ我慢できますんで。え、待って、ギリなの。でもまあ少しは可愛いって思ってくれてるってことだよね。しょうがないからやってあげるよ。こんな感じ。ええ、そうですね。あ、でも何、パンツ見えてますよ。よかったですね、僕が三次元に興味なくて。何この複雑な感じ。履けました。こっち向かないでよ。いや、だから興味ないって言ってるじゃないですか。もう少し膝を抱えるようにしてもらえます。ほう、そう、そして笑顔。なんで笑うのよ。あまりに似合ってなくて。なんでって。ごめんなさい。たくん、ずいぶんと楽しそうだな、お前ら。部長、いつからそこに。ん？パンツの下りから？最初からじゃないですか！安心しろ、ウサミ。俺もガキのパンツには興味ないから。だったらその手のカメラは何なんですか！あとはお分かりに来たり。動いちゃダメですよ、ウサミさん。もうちょっと膝抱えてください。こう？顎は先ほどのままで。そのまま動かないで。ごめん。よし、できた。はい。見てもいい。もちろん、今回は宇佐美さんそのままですよ。あ、内巻くんがそのままの私を。内巻くんがそのままの私を。私をキャピー。あれ、待ってください。もうポーズからかかってるし。ちなみにこれはリボンちゃんです。もっと膝を抱えてください。あれ、なんだったの、なんだったの。よく見てください。ほら、ここ。そっくり同じですよ、宇佐美さんと。そんなとこ同じにするな。っていうか、よくあの一瞬で柄まで。いえ、部長がカメラで撮ってたんで。な、部長。しょうがないですね。今日はもう部室閉めるぞ。すいません、つい。
宇佐美さん。何これ？開けてみてのお楽しみです。何よそれ。宇佐美さん。お話があります。何？ずっとそばにいてやっと分かったんです、宇佐美さんの素晴らしさが。宇佐美さん、僕と付き合ってください。って言われたらどうしよう。落ち着いて瑞希、落ち着いて返事を考えるのよ。しょうがないな、もうとか。私は別に内巻くんのこと勘違いしないでよね、みたいな。まだもう少し色塗りが残ってはいますが。この子は僕の目指す最高の二次元嫁になりそうなんです。私勘違いしてた。ところで何が勘違いなのですか？なんでもない。声も漏れてた。では萌えポイントを説明させていただきますね。さ、続き書こっと。まずはこのプニカワ幼女フェイス。分かったから大声で言うのやめて。さらに猫耳。内巻くんって普段クールぶってるけど、こういう時意外と熱いんだよね。なんかキラキラして、自分の情熱にこだわりを持ってるっていうか。ああ、ちなみに下はパンツではなく純白のスクミズです。捨ててしまえ、そんなこだわり。でも内巻くん、その理想の絵が完成しちゃったらどうするの？目標を達成してやることなくなったからってこんな風になるのはダメだからね。ああ、その心配は無用です。本当かな？だって僕、これが完成したらやめますから、美術部。宇佐美さんの言う通り、この嫁が完成したら僕はもうやることないですし。っていうか、宇佐美さん言ってたじゃないですか、僕の絵は美術部にふさわしくないって。いや、あれは。だからむしろ生成するかと思ったんですが。あれはその照れ隠しだから。何ですか？これも照れ隠し。なるほど、内巻がね。まああいつの入部動機はそれだったからな、仕方ないっちゃ仕方ないが。でもそんな急に辞めるなんて困ります。まあお前は困るよな、確かにあいつその気になればコンクールで賞だって狙えるからな。コレちゃんは最近部活来ないし嫌ですよ、また部長と二人とか。何を言う、俺ほど人畜無害な男子はいないぞ。なぜ基本寝てるからな。部活しろ。あ、宇佐美さん。できたの？いいえ、まだですけど、残りは明日にしようかと。そっか。今日はもう集中力が切れました。こいつはベストコンディションで仕上げたいんです。心配しなくても、式にはちゃんと宇佐美さんも招待しますから。それどんな地獄プレイよ。楽しみにしててくださいね。はいはい、分かってたはずなのに。私が入り込める余地なんてないことくらい。そんなの初めて会ったあの日から。1年5組、内巻すばるです。よろしくお願いします。まあ座りたまえ。はい。言っておくが、売町くん、見ての通りうちは少数精鋭だ。この面接を簡単に突破できるとは思わん方がいい。ちょっと部長、なんで脅しかけてんですか？部員がいないのはみんな辞めちゃうからでしょ。
主に部長のせいで。なんで俺だよ。いびき大きいからですよ。おいおい変なこと言うなよ。売町くんが勘違いするだろう。ではまず簡単な質問から。今はもう10月だがなぜこの時期に。今まで何か他の部活をやってたのか。いえ。ほう。ではなぜ。内巻くん頑張って頑張。欠かさず見ていた夕方のアニメが終わってしまって暇になったので。部長これダメでしょ。まあまだよそれ。でも。では問い2だ。君は美術部でどういう活動をしていこうと考えているのかな。僕のやりたいことですか。最高の二次元嫁を描くことです。ごめん、最高のなんて。二次元嫁です。部長これ絶対採用。ちょっと今の聞いてました。面白いやつじゃないか。でも二次元嫁ってここは満件じゃないんですよ。美術部なんですよ。そういうやる気のない人には。早速描きたいんですけど。やる気は満々だな。すいません、これはどれを使えばいいんですか。はあ、はいはいはい、教えてあげるから勝手に触らない。ありがとうございます。まあ1年生同士仲良くしましょう。私は宇佐美瑞希、よろしくね。お、どうしたの。握手よ握手。すいません、僕三次元の女子には興味ないんで。はあ、だから仲良くしようって言われても。いやいやいや、ちょっと待って、なんでそうなるのよ。バカじゃないの。こいつは面白くなりそうだな。分かってたはずなのに。本当それなのにだよ。ねえ内巻くん、本当に美術部辞めちゃうの。はい。そっか、違うのに。やめないでって言いたいのに。ひょっとして宇佐美さん、僕が辞めちゃうと寂しいとか思ってくれてます。言わなきゃ。今言わなきゃ。なんちゃって、冗談ですよ冗談。ありえないですもんね、そんなの。宇佐美さんが寂しくなるなんて、そんな僕が辞めたくらいで。宇佐美さん、なんで泣いてるんですか。何これ。これは違うの。なんていうか、嘘、たまんないよ。宇佐美さん、とにかくこっち見ないで、見ないでってば。みんな、最悪だ。本当もう耐え死ぬレベル。結局言いたいことは何も言えず、しかも泣くっていうね。どうしたの瑞希。なんでもない。緊張するな。よし。今日は遅かったんですね。日直で。え、へえ。き、
気まずい。なんでこういう時にいないのよ部長。どう？その絵今日中に完成しそう？あれ、昨日の絵は？ああ、塗り終えたのであそこに。ああ、え、じゃあこれは新しい嫁用です。うわ、節操ないな。次から次に。ん？ちょっと待って、あれ完成したらやめるんじゃなかったの？まあですから、なんていうか、あやめるのなしです。これにはちゃんと理由がありまして、考え直したきっかけは宇佐美さんなんですよ。私？どういうこと？正直言って僕の中で今まであれは特別萌え要素でもなかったのですが、昨日の泣き出れは萌えました。あ、私に燃えた？あくまで僕が燃えたのはその属性ですからね。つまり泣いてる女の子の絵が描きたくなったってこと？そういうことですね。よし、次こそは最高の嫁が描ける気がします。一生無理だな。おお、二人とも揃ってたか。ああ、部長。あ、なんでその絵泣いてんの？実はそれモデルが…怪しすぎる。どいて。続ける気？嘘でしょ。これってお姫様抱っこ？ちょっと内巻くん、ここの絵の具使ったでしょ。男子ならそれくらい当然でしょ。不審だ。どうしたらいいの？なんで？ラブレッド？よりによって私に相談するな。うなずけ。まさかロリ巻き。次回